朝の日課、市川海老蔵。子供たちの宝物、歌舞伎俳優の市川海老蔵さんが2020年6月3日にアメブロを更新。妻小林真央さんから子供たちへのプレゼントを紹介した。海老蔵さんは朝の大切な時間というタイトルでブログを更新。人形を眺めている娘麗華ちゃんの姿を紹介。この麗華ちゃん人形は真央が麗華にあげたものです。朝の時間に眺めていますと麗華ちゃんの日課であることを明かした息子勸玄君についても、ママからのプレゼント探しに行きましたと、私と麗華はしばし放置、お話時間ですと綴った。ブログ読者からは、麗華ちゃん人形とっても可愛い、麗華ちゃん宝物だね、ママそのものなんですね、朝から涙が浮かびます、勸玄君探しに行ったのね、などのコメントが寄せられている。真央さんにもらったプレゼント、市川海老蔵。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。